本当ですか？本当ですか？めっちゃ嬉しい。やばい、やばい。よく頭も回っていて、難しい質問にもいろいろとこう回答出そうとしていた姿勢、ここが圧倒的に足りてなくて、これ面接なのかなと思いながらやってたりとか。どうも、新しく仙台アリーメンバーとして加入したキーです。本日は初めての MC ということで、面接を受ける立場じゃないのに緊張しているんですけれども、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。本日はマイクロソフトの社員の方にお越しいただきました。皆さんこんにちは、日本マイクロソフトで Azure というですねクラウドサービスのマーケティングを担当しております樋口と言います。よろしくお願いします。早速面接の方に移らせていただきたいと思います。はい、どうぞ。失礼いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。はい、こんにちは、今日はお時間ありがとうございます。はい、まずですね、簡単に自己紹介を1分程度でお願いしてもよろしいでしょうか。はい、私、専修大学ネットワーク情報学部3年の星かけると申します。中学校から大学に至るまで、部活動でハンドボールをしてきました。その中でやりきる姿勢っていうのを身につけてきました。それとは別に卒業引退後ですね、部活動引退後、今回今1年間の休学中でして、そこでは今、就職するまでの間に、やりたいことっていうのを挑戦してやりきるっていうことをちょっと続けています。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今休学中なんですね。休学中です。やりたいことやれてますか？やりたいことやれてますどういうことやられてるんですか、具体的に。はい、休学したます理由なんですけども、はい、フリーランスやってみたいなっていうところと、あとちょっと海外にちょっと関わってみたいなっていうところがありました。はい、でフリーランスに関しましては、現在動画編集だったりウェブサイト制作っていうところでフリーランスやらせていただいてます。で海外の方は少しちょっと行くことはできなかったんですけど、1ヶ月ほどオンラインでのシンガポールでのインターンに参加はしてました。はい、なるほど、ありがとうございます。なんでフリーランスやってみたいと思ったんですか？はい、お金の稼ぎ方を学んだことがありまして、はい、その時に時給で稼ぐが1ステップ目、で2ステップ目は結果で稼ぐ、で3ステップ目は人に動いてもらうっていうところを学んでいて、でそれまでは僕バイトしかしてこなかったんですよね。これは時給で稼ぐところじゃないですか。で次に結果で稼ぐってところをしてみたかったので、じゃフリーランスっていうのは時給じゃなくて結果だなって考えてフリーランスに挑戦しました。なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、マイクロソフトへの入社希望ということなので、はい、いろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まず、はい、今なんかこう将来的に漠然とでもいいんですけど、はい、5年後10年後ぐらいのスパンでやってみたいこととか、はい、挑戦してみたいこととか、自分自身で、なんでしょうね、成し遂げたいビジョンみたいなものってあったりしますか？はい、あります。それを教えてもらっていいですか？はい、5年後10年後ですと、頑張ってる人がうまくいかなくて頑張ってる人ってすごいいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そういう人の手助けがしたくて、はい、っていうのも私周りに大学を辞めて頑張りたい、これ頑張りたい、筋トレ頑張りたいって人がいたりとか、福祉の人だったんですけど、今の福祉はちょっと違うって言って会社を辞める人がいるんですよ。はい、だそれっていうのは頑張って言ってるんですけど、で目標もあるんですけど、何をしていいか分かんないし、今実際結果が出てないっていうのがあって、そういうのを手助けしたい。で10年後は僕はそういう頑張ってる人っていうのを助けれる人になりたいなと考えてます。なるほどですね。はい、なんかこうちょっと抽象度高いかなと思ってて、はい、こうその頑張ってない人、うまくいってない人を助けたい、具体的になんかどういう人みたいなのとかってイメージありますか？もっとこういうところで困ってる人とか、はい、こういう領域でうまくいってない人を助けたいみたいなところって、もう少しこう具体度を1個落とせますか？はい、かしこまりました。ちょっと話ずれてしまうんですけど、僕ボランティアしてまして、はい、ボランティアって地方にいる、おじいちゃんだったり若者の方もいらっしゃるんですけど、そういう方っていうのはわざわざ都会じゃなくて地方にいるわけなんですよね。はいはい、っていうのはやっぱお金がない、お金を必要としない人だったりとか、人に会いたいっていうわけでもなく、ただそこの地方にやりたいものがある、例えばそこであれば地方その場所がすごい好きで、この場所にもっと人が来てほしい、でこの景観をなくしたくないっていう方がいて、そういうところで人が来てほしいっていうのがあるんですよね。はい、でそこで実際人が来てくれるかっていうと来てくれないんですよ。なぜかっていうと、どうやって広報していいか分からなかったりとか、関わりがないっていうところがあって、
でそういうところを僕は実際に人が来るような仕組み作りをしてみたりとか、うん、まあ、その地認知度を上げるっていうところを取り組みたいなと考えています。なるほどですね。これはあれですか、地方に人が来てほしくなってほしいのか、はい、それともそういう人たちが苦戦してるのを助けたいのはどっちになります？苦戦してるのを助けたいです。なるほどなるほど、はい。地方、今教えていただいた具体的な例 の, その地方の、まあ、こうどうやって認知すればいいかわからないみたいなところを思ったそのきっかけとか背景とかってあったりします？はい、あります。私、まあ、部活動引退後からボランティア始めているんですけど、はい、まあ、例えば山形県の最上っていうところに行った時にすごい熱量のある方いらっしゃるんですよね、うんうん、でそのあのボランティア団体、NGO ボランティア団体、NPO ボランティア団体とかに、まあ、人に来てほしいっていうのを言ってはいるんですけど、実際人が来てくれないっていう状態があって、でただ僕はちょっとあるきっかけで行ったんですよね、うん、そしたらもうすごいいい場所で、もう体験もできますし、まあ、若者にとってもなんかすごい選択肢が増えていいなと思いまして、うん、もうすごいウィンウィンだなと思うんですよ。行ってみたら学生にとってもいいし、まあ、あちらからしたら来てくださってすごい嬉しいみたいなところで、まあ、これどうにかして解決できないかなっていうのがきっかけです。なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。了解です。ちょっとじゃあ、マイクロソフトのことについてもいろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まずじゃあ簡単に、なんでマイクロソフトがいいのって思ったのかっていうところを教えていただけますか？はい、マイクロソフトの商品使わせていただいてまして、ビジュアルスタジオコードでしたりとか、はい、まあ、GitHub っていうところ、うん、で僕はすごい、初めて、まあ、すごいいいと思ったんですよまず。うんうん、でなぜいい、いいと思ったかって言いますと、もう最初インターン先でワードプレスを使って、うん、そのコードの管理みたいなのをしてたんですけど、はい、まあ、その時にうまくコード管理ができていなかったんですね、うんうん、で変更後に、まあ、変更が直せないみたいな状態があったんですよ、はい、その時に僕 GitHub を知って、うん、まあ、使ってみたところ、まあ、すごいですよね、あれ過去に戻って、はい、いくらでも戻って、うん、まあ、1回修正したのも戻せたりとか、うん、誰でも参加できるみたいなところで、うん、まあ、これすごいなと思って、まあ、どこがやってるんだろうって考えた時にマイクロソフト、はい、でそこからさらにコーディネーターにした時もビジュアルスタジオコードを使わせていただいたんですけど、マイクロソフトさんが作っていらっしゃって、うわマイクロソフトすごいなっていうのが志望動機ですね。なるほどなるほど、はい、今の話聞いてると、はい、まあ、GitHub とか Visual Studio Code とかっていうツールのまあすごさに感銘を受けて、はい、まあ、それに携わりたいみたいな話だったと思うんですけれども、はい、例えばじゃあそういうのを使って実際にお客さんにまあ、開発のところの支援をするようであったりとか、はい、コンサルティングとか、はい、システムの開発のところでこう支援するような、はい、いわゆるまあ Microsoft から見るようなパートナーさんっていうところが実際に手を動かすところだと関わってくるような会社さんになって、そっちの方がより触るというか、実際にお客様支援のところで入っていくっていうところで、今の話を聞いてる限りだとそっちの方がこう合ってるのかなというふうに思ったりもしたんですけど、その辺いかがですか？はい、ありがとうございます。先ほども言った通り、僕頑張ってる人を助けるのが好きなんですよね、うん、っていうところで、僕は実際に使う人っていうよりかは、その頑張って何かを開発したいっていう方に対してより良いものを作っていきたい、サービスを届けたいっていう思いがあるので、どちらかというと、まあ、使う側っていうよりかはマイクロソフト社で、まあ、作る側っていうのに回りたいなと考えました、うんうん、なるほど、ありがとうございます。はい、です。MS で何かこうやりたいこととか、まあ、入ってこういうことにチャレンジしたいみたいなことってありますか？はい、チャレンジしたいことは、GitHub だったり、その Visual Studio Code っていうのはある程度シェアが取れてる状態だと思うんですけど、まあ、それこそ Azure あるじゃないですか、っていうのがある程度、うん、なんだろう、 Amazon 様の AWS だったり負けてる状態だと思うんですよね、うん、そういうところでも実際すごい、僕は正直使ったことはないっていうのはあるんですけど、うん、ただマイクロソフトさんのサービスを使っていてすごいいいなって感じているので、まあ、Azure もそういう状態に持っていけたら、まあ、僕はファンとして嬉しいなって考えていて、うん、そういう Azure の広報だったりっていうところに携われたらいいなとは考えています。うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。例えば何か、はい、既にもう GitHub とか VS は使ってるけどまだクラウドまでは行ってないような人たちとか、うんうん、Azure はまだ使ってない人たちに対してどういうふうに訴求していけば Azure って使ってもらえるというふうに、なんかその辺のアイデアとかってありますか？そうですね、はい、まあ、実際これっていうものは正直思いつかないですけども、はいはい、ただ僕が実際使っていて感じたことで言うと、うん、Visual Studio Code や GitHub を使っていて、もうそこから AWS に行っちゃうんですよね、はい、なんでかっていうと、そこの関連性がなかったりとか、うん、Visual Studio Code 内とか、まあ、GitHub 内で Azure の広報じゃないですけど、はい、なんか関連性がある何かが全くないっていうのがあっていて、
まあ、そこでもし何だろう Azure と、まあ、組めば、まあ、もっと使いやすくなるようだったりとか、何だろう、まあ、すごい簡単に移動できる、なぜなら同じ会社で作ってるからっていうのがあったりすれば、うん、まあ、もっと伸びるんじゃないのかなとは考えてます。うんうん、なるほど、ありがとうございます。はい、面白いですね。了解です。あとじゃあそうですね、2つぐらい質問して、終わりにできればなっていうふうに思っています。はい、はい、ちょっと1個じゃあ、例えばマイクロソフトの AI、はい、まあ、Azure にももちろん AI ありますし、はい、まあ、普段皆さんが使っているような PowerPoint とかにもいろんな AI の機能って組み込まれてるんですけど、はい、じゃあまあマイクロソフトの AI ってまだまだ正直、まあ、認知が取れていませんと。 Google の、ね、AI とかの方が世の中的には進んでるねっていうふうに思われてますってなった時に、じゃあこのマイクロソフトの AI を使って新しい、まあ、事業を作ってください、新しく数字が生まれるようなビジネスを作ってほしいですと、はい、ってなった時に、まあ、予算もつけます、人もサポートさせますっていうような状況を与えた時にどういうふうにプロジェクトを進めていきますか。はい、まず前提としてそこまで予算と人員は使わないかなっていうのがあって、はい、僕がやるとすればまずはすでに使っているお客様に対して、はい、まあ、アプローチをかけていきます、はい、でそこで、まあ、ある程度ファンっていうのを集めていって、うん、まあ、そのファンのコミュニティみたいなのを作っていきたいですね、うん、そこから、まあ、なんだろう、自分マイクロソフトが売ってるっていう感覚よりはファンがファンにつなげていくっていう感覚で、うん、まあ、広げていきたいなっていうのがありまして、まあ、そのためにすることとしては、まあ、その最初のファンの獲得、ファンを探し出して、うん、もしファンだなっていう熱狂的なファンっていうのを集める、うん、でファンってこんなにいっぱいいるんだっていう状態のコミュニティを作っていく、はい、そこから実際にこの AI、 マイクロソフトの AI すごいいいよっていうのでどんどん広げていくっていうのを、うん、まあ、まあ、そのお客様でやってほしいんですよね。でそのための、うん、例えば会場作りだったりとか、はい、まあ、この日イベントやりますよだったりとか、ちょっとした予算っていうところを出していって、うん、まあ、その1年から2年その短いスパンでお金を投資したりとか、まあ、人員を投資するってよりかは、まあ、1年2年っていう時間をかけて広げていきたいかなと考えます。なるほどですね、はい、ありがとうございます。今お話大変分かりやすかったなっていうふうに思うんですけども、はい、今のところで一番肝になってくるところって一番最初のところかなと思っていて、はい、人をいかに、まあ、ファンの人を引っ張ってくるかっていうところだと思うんですね。そこが行くか行かないか、そこのコミュニティができるかできないのかが重要、今のプロジェクトの成功の重要要因になるかなっていうふうに思うんですけども、そこどうやってクリアします？そこはまず一番に自分がそのマイクロソフトの AI のファンになるところから始めますね、うん、一番知ってますし、はい、一番好きっていう状態、うん、でそこから最初は自分が動かなきゃいけないんですけど、実際に会いに行く、うん、探し出して実際に会いに行って自分の熱意を伝える、うん、で実際こういうイベントしたいんですけどどうですかっていう話だけ伝えておくっていうのを何十人と繰り返していって、はい、まあ、そのある日イベント、まあ、何人か集まった後に、まあ、このイベントやりますよっていうので、まあ、連絡取って、まあ、自分が出会って、まあ、来てくれそうな可能性の人っていうのをもう集めます、はい、だから対面ですね、対面で実際に自分がファンとしてすごいいい、うん、あなたもいいと思いますよねっていうファンっていうのを、熱狂的なファンっていうのを作って、最初すごいコンパクトですけどクローズで、まあ、コミュニティを作っていきたいなと考えてます、うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ、最後ですね、今度は星さんがマイクロソフトが自分に本当に合ってるかっていう観点で適性を見てほしいなと思うので、もし何か最後いくつか聞きたいことであったりとか、うん、まあ、マイクロソフトに本当に入りたいのかっていう観点で、うん、質問いただければなっていうふうに思うんですけれども、いかがですか。はい、お聞きしたいことが1点ありまして、はい、樋口さんがマイクロソフトを辞めるとしたら、はい、それは実は一体どんな理由で辞めるのかっていうのをお聞きしたいです。なるほどですね、はい、そうですね、まあ、辞めるとしたら、そうですね、まあ、シンプルに、うん、今マイクロソフトでやってることよりも世の中をより良くできるような仕事ができるというふうに感じた時に辞めるかなというふうに思いますね。で今、まあ、私は Azure の、 その特にデータ分析であったりとか AI とかの領域のマーケティングを担当してるんですけども、もうやることってやっぱすごくあって、うん、日本の企業さんってデータ活用進んでると思います？進んでないと思います、うん、まあ、これ比較した時に、海外と比較した時の話ですけども、はい、なかなか進んでないし、はい、まあ、データドリブンとかいろんな言葉出てきてますけども、はい、実際に全社横断してできてる会社なんてまだまだ少なくて、これができたらやっぱり日本の価値とか社会的な価値とか、はい、新しいビジネスもニューモデルもできると思いますし、どんどん社会的な地位が価値が上がっていくと思うんですけど、これがまだまだ正直
できてない状況で、今で私が携わっている仕事としては、そこをいかに日本の企業さんが、まあ、Azure っていうプラットフォームを使って分析であったりとかデータ活用みたいなところをこうグッと全社的に前進進めていくかっていうところを携わっているんですけど、はい、まあ、今この会社でしか本当にできないと思っていて、はい、マイクロソフトが持つ Azure の、まあ、そのエコシステム、まあ、今 GitHub とかもおっしゃっていただきましたけど、はい、広大ですし、これだけのプロダクトがあって、ここまでまあデータも活用できるようなものが整っていて、うん、で、まあ、マーケティングの予算もしっかりついていて、いろんなこう新しいことにもチャレンジできる。で、社会、日本の社会全体をこう、まあ、あの、まあ、データドリブンに変えていけるようなチャンスがあるっていうところが、まあ、他の会社で、よりそこが実現できそうだなと。予算的にも、プロダクト的にも、いろんなものを総合的に見て、そっちの方が日本の社会をより良くできそうだなっていうふうに思ったら、その瞬間にそっちに行く可能性はあるかなっていうふうに今思いました。わかりました、ありがとうございます、はい、そこからちょっと1点質問ができてしまったんですけど、はい、例えばマイクロソフトさんも Azure って素晴らしいものを持っていますけど、はい、例えば Amazon さんでしたりとか Google さんも持っていらっしゃるじゃないですか、うん、はい、それなんで Amazon さんだったり Google さんじゃなくてマイクロソフトさんを選んだのかっていうのをお聞きしたいです。2点ほどあって、1点はまずプロダクトポートフォリオの広さの話ですと、うん、で、あの、要するにプロダクト間の連携ですね。マイクロソフトほどここまで、まあ、Azure 以外で製品も整えていてエコシステムが確立されているところってまずないと思うんですね。例えば GitHub であったりとか VS のとこもそうですし、まあ、M365 であったりとか Dynamics、CRM、ERP の領域であったりとか、いわゆる日本の企業全体がもっと、普段生成されるようなビジネスデータであったりとかっていうところをちゃんと連携して分析していくっていうところの基盤を考えたときに、まあ、マイクロソフトが持つこの全体的な、クラウド以外、クラウドも含みますし、こういったデバイスも含みますし、そこまでこう広くプロダクトポートフォリオを持って、できるところっていうのは、まあ、マイクロソフトが一番だなっていうふうに思っているっていうのがまず1点目ですと、はい、で、まあ、もう一つはもう少しこうソフトな面で、あの、やっぱりカルチャー的なところが大きいかなというふうに思ってはいて、はい、あの、まあ、AWS さんも素晴らしいあのサービスいっぱい持ってますけれども、はい、やっぱりあのマイクロソフトとしてはそこを、まあ、まあグロースマインドセットって我々よく言いますけども、はい、あのいかにこうチャレンジャーであるかっていうところですね。市場に対して我々はまだまだ一番手ではない、うん、まあ、そこはしっかり自覚している。でそこに対してじゃあどうやって、今あの我々よりもシェアを取っているであるとか、はい、あの 我々の競合みたいなところに対して、まあ、そこを見習いながらですね、いいとか見習いながらこうどういうふうに自分たちを大きくしていくかであったりとか、うん、自分たちにしか出せない価値っていうのはどうやって探していくかっていうところをチャレンジャーの姿勢ですよね、はい、でどん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 自分たちも学んでいくっていうこのカルチャー自身がすごく私はこのいいなというふうに思って、あのこの2点で今はマイクロソフトで働くということを決めています。ありがとうございます、はい、大好きですクロース、はい、ありがとうございます。質問以上になります、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ございます。じゃあ、これで面接終了にしたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、自分でこの面接合格か不合格かどっちだと思いますか。合格です、はい、理由は、まあ、ある程度、まあ、受け答えをしっかりできていたんじゃないかなっていう部分、あとはマイクロソフトに対しても、まあ、すごいファンですよっていう姿勢をアピールできたっていう部分で、まあ、もしかしたら合格できたんじゃないかなっていう丸でした。はい、じゃあ、樋口さん、僕の面接合格か不合格か、はい、発表お願いします。はい、星さんの面接は、はい、ここが圧倒的に足りてなくて、この時点では結構罰、これ面接なのかなと思いながらやってたりとか、ひたすらプレゼンを聞くみたいな、